こんにちは、チョメです。進行不能バグで最初からやり直してます。ここに使います。で、最初はね、種をね、タダでもらえるからすぐにエミリアのところに行った方がいいですね。で、あとここも壊しておきましょう。こうやって SP が回復しちゃうからね。ほら、もうここだけ植えました。で、最初はね、ここあるでしょう、畑をきれいにした後、ここ見て見て、畑をきれいにした後にここでね、なんか運が良かったら結構作れるんですよね、右下で。これでクラフトをして、はい、こんな感じにクラフトをして、もう出品しましょう。これ畑をね、きれいにして、ですぐ種を買って植えて、これで結構お金になると思います。あ、できればあれが来るじゃん、集計係が。集計係が来る前にこれとかも出しとってもいいかもしれんね。この3つで種を買ってっていうのでもいいかもしれません。で、これで1回閉じよう。次の日になっちゃうからね。一番はやっぱり来る前にすぐこれを出して、この右上を壊して、あ、クラフトして、今の残りを出して、で、まだ次の日、これメインストーリーここになってるでしょ。多分次1日寝たらここのモンスターなんだよね。だから今レベル上げてもモンスターと一緒に行けないから、こんな感じがいいのかなと思いますね、最初は。で、序盤に畑作業したおかげで、これキノコも手に入るから、これでモンスターもね、し、何個ぐらいなんだろう、4個で大丈夫かな。ちょっと一応乗ってみるか。あ、4つで大丈夫ですね。これはもう、あ、で、ドラゴン手に入れたらすぐこっちに行って種を買おう。出荷されてるからね。ショップ1200入ってるね。これね、これ買っとくか。全部クエスト、イエス、クエストを受けたら外に出たらこんな感じになりますね。で、これ見てください、5個持ってきてって言われるから、最初もらったやつ5個育てたら、これエミリアにちょっと渡してみようかな。まあ、こんな感じにやっときました。チョメです。で、これ見てください、前と同じ感じでここでイベントがありますよってありますね。まず最初この洞窟に入ってしまったらボスはいませんね。で、やり直したのでこんな感じにストーリーが始まるんだけど、私はね、これ連打しちゃったんだよね。こうやって連打をしたら見てください、あ、ちゃんとなってる。効果はちゃんとなってるな、メインストーリーが。おかしいな。なんか、たまにそれでね、行かなくなっちゃう時があるみたいだよ。あ、連打注意です。今回はなんかうまくなってるけど、修正されたんかもしれんな。あ、ちゃんと敵が復活してますね。だから、こういうのを最初はね、ゆっくりタップするっていうのがいいかもしれませんね。じゃあ、ちょっとね、いろいろ鍛えて、これリベンジしていこうと思います。チョメです。こっちの左の方に行くと、ここに宝箱があります。これはね、回収しときましょう。一回ドラゴン降りないといけないけどね。こちらに宝箱があります。開けるとほら、ロットが出てきます。まあ、あまり使わない人おらんかもしれんけどね。これレベル5でね、できますからね。これはちょっと回収しておきましょう。それともう一つね、右にありますね。ここ、メインストーリーのところですね。ここもね、開けたらね、これランダムなのか、これさ、ランダムみたいですね、これ。ロットが被っちゃった。前回双剣のレベル5が出たからね。だから希望のやつが出なかったらちょっとリセットしてみるのもいいかもしれない。で、あそこのね、この白いやつに合わなかったらこれ入れますからね。もう入っても敵いませんから、ここで敵と倒したり、これ鉱山拾ったりもできるからね。先にこっち回収して鍛えるのもいいかもしれない。まあ右にも洞窟あるけどね。で、やめるときはこれ ESC っていうのやって、これで OK 押したらタイトルに戻れます。これちょっとまた宝箱見てみようか。シングルプレイの場合ですけどね。リセットして戻ってきました。同じじゃねえか。なんでや。
あまり意味ないな。リセットは意味なさそう。こっちはどうや。お、変わった変わった。ほら剣だ。でもねこれね作れるからね、後から変わりましたね。だからあのリセットしなくてもいいかもしれないね。あとここのイベント起こしちゃった人は鍵のボスになっちゃうから、こっちの洞窟おすすめですよ。これはね普通に入れるからね、こうやって。そしたらほらほら上にここにも鉱石があるからね。鉱石これじゃなかった奥に行くとこんな感じにあるからね。まあ少ないけどね、ここはこれでね取ろうと思ったら取れますけどね。こんな感じ。やっぱり武器のリセマラはした方がいいのかな。これしか手に入らんかった。こっちとこっちはまた他のところで手に入るのかもしれない。でこれねどうせ手に入るからまあこうやってでもいいかもしれんね。安いけどね。でもなんかに使うといけないから、それが不安な人はあの倉庫にしまった方がいいね。倉庫はこっちの貝殻のところにあるからね。こっちになんかいろいろ拾ったものね適当に入れとくのもいいかもしれない。こんな感じに今使わんだろうなって思うのはこうやって倉庫に入れとくのもいいかもしれない。でもまためんどくさくなっちゃうよこうやって。後から集めてもいいけど、まあ好みですよね。今わかんないから。これもね今使わんから売っときます。私はこの剣だけでいいかなと思って。また作れるからね。これ見てください。右クリックでこうやって水もあげることができます。ちょっとめんどくさいからあのジョロの方がいいね。今水をあげとるから大丈夫。あ、こんな感じです。いや今日は寝ようかな。チョメです。今日は他のモンスター仲間に入れようかなと思います。この子を仲間に入れてみようか。お肉は嫌いなの。じゃあキノコ。キノコも嫌いなの。何が好きなのあなた。これも嫌いなのか。何だろう。じゃあ魚を釣ろっか。ここなんか魚マークが出てるからこれ押したら多分できると思います。初見プレイです。なんかクリックすんのかな。あ、左クリックした。なんかあ、長押ししてます今。長押ししたら上のレール、あ、一番左に行ったら釣れたわ。こんな感じでね、キープリース。じゃあキープしようか。あ、結構いいかもしれんね。バリュー150。これ畑よりこれ、魚釣りで金策した方がいいかもしれんな。はい、左タップして、ずっと左を押しとけばいいだけで。これ離したらどうなる？あ、左マウス離したらこうやってエネルギーが回復するみたい。え、ポキ折れた！なんだ今の。右って、あ、そういう場合は右押さんやいけんのか。ちょっと勉強になったな。ちょっともう一回さっきの画面を見せよう。今日は次のやり方だね。だからさっきここで止めて右とか出たよな。ちょっと見てみるか。下下下。これ下連打したら大丈夫ってこと？ちょっとキーボードの音がうるさくなる。あ、ずっと長押しでいいんじゃん。長押しでやったら止まる。なんで30ゴールドだ。最初の方が苦労したじゃん。まあでもここやったら長押しでできそうだね、左で。まあね、手探りで実況してますからね、初見プレイだからね。左長押しでどんどんやった方がいいな、これ。こうやって。ガーってやっても。ほらほら。さっきの釣れた。最初のが高かったんでね、30ゴールド。まあ微妙ですな、金策。運が良かったらいいやつが釣れるって感じかな。時間もちゃんと進んでいってますね。まあだから手ごわいやつだったらちょっとあれが出て、あ、ここで止めないといけないね。で左か、左をずっと押してる。押しながら左クリックをしたらこうやって破れちゃうみたい。だから矢印が出たら長押しで矢印やった後、矢印が消えたら左長押しってやっていく感じですね。何回も釣れるのかなこれ。他のところも見てみよっか。150。秘宝です。魚ね1枠でした。結構荷物がパンパンになっちゃうな。じゃあちょっと開けてみるか。魚どうなんだろうね。よし、お魚釣ってきたよ。あ、喜んでる。これで仲間に入るかもしんない。まだダメだね。9。あ、逃げないで。ドラゴン待ってくれるか。3回目。
まだだよな、あ、まだだよ、ごめん戦闘隊さん、ちょっと